ないのでこれからするんですよ。マスクなのでスクショはしてもいいけど、まあ嫌だけど載せるのは NG です。そう、サンジャナイヨ生放送で夜の配信がもうギリギリ間に合うかもしれないけど怖いので予備でやります。アンビーさんはなんか神々しいなそう、なんかお昼に配信するって昨日言ってたんだけど、眠かったりお風呂入ったりいろいろしてたらこんな時間になっちゃったの、ごめんね。しかも今公演中なんですよ、 K2 の。え、かぶってる、どうしようと思ったの。でも今しか配信できないから申し訳ない、ごめんね。2つもし見れる方はそれで見てください、ごめんね。本当に今日は K2 公演2回公演で、今お昼が女性無料招待公演、あれちょっと正式名称が分かんないけど、女性限定の公演で、午後が夜公演がゆきさんの生誕祭だった気がする。普通だねそっちは。ハッピーさんハートありがとうございます。ヒロアカはリアタイはできませんできません。もう先週っていうか前の3じゃないよの時はリアタイできたんだけど、今日はできない。え、できたっけ。1回だけできたんだよ、その日が3じゃないよだったっけな、忘れちゃった。こんにちは、こんにちは、久しぶりにこんにちはだ、聞いて久しぶりにね。このみんなが大好き、私もすごく大好きジュエティのパジャマ、今着ました今はもうこれで寝るとねちょっと暑いのよ、配信のために来ました。こんにちは、こんにちは、ハッピーさん GG、 スコティッシュの歌さんも似合う、ありがとうございます。そう、パジャマは洗濯しましたちょうど今今日暑いよね、久しぶりに見た。え、これね着心地そう、いいのよ、テロンテロンいい意味でね、これはいいでも夏になるとね暑い、この生地は。そこパジャマなの、見えないよね。でも普通にやっぱジェイティの柄って着れそう、普通に外で。さすがにわかるか。カレーのおばたさん似合う、ありがとうございます。虎の絵、そう、ん、どっち向き、こうだ、すごい目が弱い当たり前だけどサテンシルク、あ、そう、そんな感じ。今日髪型はどうしよう、ストレートかウェーブにするか、迷うな。ハッピーさんかわいい、ありがとうフ何分ぐらいやろう、そんなに長くはやらないかな。今日サンジャナイヨできる服もまだ何も決めてないんですよ、意外と時間がないのに。え、どうしよう、え、どうしよう。キャさんとかフユちゃんってさ結構かっこいい系、私がよく着る私服みたいな系統着ないじゃないですか。黒着てるけど私ぐらいのは着ないから合わせるって言っても私ないわ、ブラウン系かわいい系。そう、写真写るし動画もね終わった
ったら取るから迷ってしまう。こんにちは、こんにちは。どうしようかな。ハッピーターン。あ、白、確かに白ね。白、なんかちょうど出る時ってまだ多分暑いと思うけどさ、帰り10時過ぎるわけじゃないですか。11時ぐらいか、寒いんですよ。だから困るんだよね、服装が。何を着ていけばいいか、まあ、羽織るものって言ってもな、意外と持ち歩く時邪魔なんだよね。こんにちは、こんにちは。ハッピーさん置物みたい、確かに。いつもより動いてない、かわいい。ハッピーさんハートありがとうございます。これさ、アホ毛見えてるよね絶対。今はお風呂上がって乾かしただけなんですよ。あー、わかるわ、ぴょんぴょんしてんのわかるな。梅雨時期やばいな。長袖シャツ、前回は黒のシャツワンピみたいなの着てました、黒の。それでもまあ寒かったな。ジェイティのワンピースか、なんだろう。見えるでしょ、もうしょうがない。広がってる。ジェイティのワンピースって言ってもさ、何個かあるから、またその中から選ばなければ。真っ黒なやつか、なんか名探偵みたいな、まあ、半袖のワンピースか。水色赤が入ってるワンピースか、パーカー一枚。確かにそれが一番いいんだよね、楽だし、いい温度調節ができる一番。こんにちは、こんにちは。え、そう、名探偵前、この間配信に来たっけな。メガネかけたら完璧に名探偵に見えるの、モナンプール。そうそうそう、制服を着た名探偵あるじゃないですか、曲。それで着ても全然違和感がなさそうな服。こんにちは、こんにちは。後ろに猫ちゃんいるの。そうです。ハッピーターン、ハッピーターン。あ、そう、チェック柄かな、あれは。若干そう、みんなよくわかるね。カーディガンね、ないんだよ、私着ないんだよな。あ、すごい光が。お名前はハッピーさんです。ハッピーさん、私が前に来ちゃうと光っちゃうね。境目がわかんないね、ここ、ペットとの。かわいい。お昼から癒されるね。どうやったらボタンもらえますか。これね、去年の1年記念配信の時に1週間限定で配布されてたので、もうないんですよ。でももう2年記念配信が終わったので、今考えてる途中なので、配布するときは告知をするので、そのときにぜひ来てください。そうね、ひ
表情わかる？神々しい光ってそう眠いんだね。私も今さっきね1時間だけまたお昼寝しちゃったんですよ。10時から11時前まで1時間もう寝てないぐらいなんだけど、ちゃんとまたたくさん寝ないように目覚ましかけました。なんで眠いんだろうこんなに。この時期って毎年眠いっけ。もう5月病もそろそろ違うよね。5月29日今日なんか違う、ちゃんと朝起きて朝ごはんも食べていろいろ家事をしてから寝ちゃったんですよ。でもこれでも二度寝って言うっけ。二度寝か、いやお昼寝っていうのかな。5月病は5月だけ、6月病聞いたことないな。でもありそう。え、大富豪100位から漏れてる、嘘でしょ。え、やんなきゃ、最初の方にやって100位以内に入ってたのに。あ、余裕ぶっこいちゃったからだ。昨日はそう一押しガチャが始まったのでやって、ちゃんと自分のシークレットと UR をゲットしました。待って、いつまでだ。え、もう、え、やばくない。あ、そういうことだ、私の誕生日があるからだ今月は。だからみんな余計にやってくれたのかな。待って。今日で終わり集計。明日ちゃんと月末最後の日、31日で終わり。あ、やばいな、やんなきゃ。あさってか。でもゴールデンベッドタイムがもう少ない。あ、やんなきゃ、今日は無理だ。明日、ギリギリ平気かな。明日もねちょっと楽しみなことがあるんですよ。そう、そうなんだよ。いやなんかね今月はすごいいろんな意味で充実した月で嬉しかった。自分の誕生日の月でもあったし、公演とか違うお仕事とかあって、 SK に加入して一番嬉しい月だったかもしれない。言い過ぎではないけど、いや初めてかもしれない。こんなに公演以外のお仕事もあったりしたのは。そうね、ラジオが一番多い気がする。そう、まああとはね。まだ言えてないのもあるし。確かに去年ね、まああれだね、私も昇格して初めての誕生日を迎えて、仕事の量はやっぱ違うよなって感じ。すごいよね昇格するって。そうね、でもねこれで満足しちゃいけないからもっと頑張ります。本当に来月とかどうなるんだろう。でももうね ZEP ツアーとかリハとか振り入れとか、振り入れはないか、さすがにもうね始まっちゃうから、違う忙しさがまたね来月から来ると思うんだけど、頑張るね、みんな楽しみにしてて。まだ何にも分かんないけど、ZEP ツアーのセットリとか曲何やるんだろう、なんだろうな。カレンダー渡さん、クローバースコティッシュの渡さん、拍手ありがとうございます。今日で789日目、ありがとうございます。
ハッピーさんかわいい、ありがとう。アンキパンと言わない人が来る。そうだよ、もうアンキパン欲しいは言わないよ私は。エコバリーナのコンサートの時で終わり、その日はもう最初で最後だね。言いたい時はまあねあったけど我慢できた、とどめられた、ちゃんと。こんにちは、こんにちは。非公式ダブルの第2弾で、ああ確かに2回目ね、あったら絶対また楽しめると思う。やっとねルールが私たちも分かったし、顔写真だけで選ぶことの難しさ分かってきたもん、やっと。逆にこっちから言っちゃってた、確かに。そうコメント欄で来てたなと思ってた読めなかったけど見てたよちゃんと懐かしい、アンキファンね。えやっぱ物に頼るのはダメみたいね、まあ現実にないけどアンキファン。待って、明日 30? ってことはさとかほさんの生誕祭じゃん。ちょっと待って、え会いたいけど会えない、どうしよう。あ朝早く、いや集合とか時間わかんないわ。会いたいな。いや、なんか会えそうな気もするし会えなさそう、半々なんだよな。確実に会えないってことはなさそう、本当に確率。どうしよう迷うな、わかんない。朝からいやでも明日はそう、私はあるので何かが、ちょっと考えよう。さすがにね、誕生日から結構日付経っちゃってるから早めに渡したい。あ、明日カイには声出るんだ。え、いいな。いいな。あと誰だ、ココナさんも出るっけ、出ないっけ、違ったっけ。え、そう絶対に誕生日プレゼントを置いてその場を去ることはしません、ちゃんと直接渡します。そう、そうね。あ、ラッピングね、ラッピング、私が自分のものを買ってそれに入れます。いやもうねギフトのものを買いました、そう買ったんですよ、だから私が詰め替えます。悲しい悲しい。ココナさん出るよね、あみっちゃんも出るんだ、え、キウキいっぱいいるじゃん、全員だ、キャさん以外。悲しい。そう買いました、もう冬ちゃんと同じものを買ったんですよ、そう里川さんのタンプレって同じブランドだ、あ物も一緒かもしれない、そう。で今日冬ちゃんに渡せるといいな、キャさんにも渡すんですよ、今朝のアイドルとしてのお仕事が30代今日で最後らしいので、そう、もう物はね届きました。お気味じゃない、違う。そう自分もお揃いではない、お揃いじゃないんだよ、そう化粧品だけど、やっぱさメンバー同士は何でも送り合えるじゃないですか、だからファンの方にもらえないものを渡そうっていう考えになるので、絶対女子はねメイク用品
になっちゃう。まあね、確実に喜んでもらえるものでもあるからね。こんにちは、こんにちは、おはよう、おはよう。婚姻届絶対渡せない。そんな仲じゃないもんだって。そんな仲でも渡せないよ。そうなんだ、化粧品がね、多い。肌に触れるものがダメなんだっけ、ファンの方は。そうだよね。マウント取ってるわけじゃないんだけどさ。でもそっちの方が嬉しいじゃん、自分で買わないものね。楽しみだな。婚姻届けね、でも外川さんにはゆずきさんという方がもういらっしゃるので、一夫多妻制になっちゃう。あ、でも違う、それは夫だね。え、なんて言えばいいんだろう、一夫多妻制、いっす、ん？わかんない。肌、食べ物、イヤホン、電化製品、ダメ。あー厳しいね。まあ普通か、それは。でもね、なんか言葉が見つからない。言葉が見つからないぞ。SKE とかさ、じゃなくて立派なアイドルさんだけど、定期的公演とかないアイドルさんたちには何でも渡せるよね。って言えばいいのかな。だよね、なんか制限はないよね。その分ちょっと怖さも多分あると思うんだけど、でも嬉しいよね。何情報、え、身近にもいるし。あと普通にあのなんだっけ、りなちーちゃんとか見ててもそう思う。そう、そうです。言えない、言え、い、なんだろう、立派なアイドルなのにさ、なんかそのアイドルの前につく単語がなんか私的にあんまり好きじゃなくて、あんまり言いたくないんですよね。そう、だから言えなかった。ごめんね、伝わったね。でもなんでその単語がつくようになったんだろう、わかんないんだよね。わかってくれた。ありがとう。そう、言葉には気をつけたい、気をつけてる。でもそう、りなちーちゃんのいる夜行性アミューズさんのライブ本当に見に行きたくて、いつか名古屋のね会場があったら行きたいという話を前にしてたから、いつか見れるといいな。え、本当に可愛い、 MV 見ちゃう、ずっと。最近ライブアイドルっていう人も、すごいいいね、そっち。多分地下にある会場でライブする、ああそういうことか。ほうほうほう、うん。アイドルだからアイドルでいいのに。なあハッピー。見た。メジャーとインディーズみたいな違う、ああそういうことね。今日コメントあったな。ハッピー、かわいい、なんかついてる。
こがなかった。もうそろ、え、もうそろそろ終わりにします。夜本当にギリギリ少しでもできるようだったらもう一回配信しようかな。三者内容終わりできたらだけど、だから予約しないでまたやっちゃうかもしれない、今日みたいに。ああ、帰宅しよう。そう、もう2時なんだよ、早いよね。30分ぐらいしてたかな。すごいハッピーな毛が。確かに確かに、動画いつも何分撮りますって言って撮ってるわけじゃないからね。そうや、そうや、そう、三者内容、キャさん、冬ちゃんと石川かの卒業スペシャルなので聞いてください。まだメール待ってます。もう送ってくれた方はありがとうございました。楽しみにしてます。全部読めないとは思うんだけど、目は通したいな。私も美月さんが決めるんだけど、待ってます。ありがとうございます。危ない危ない、ランキングだ。38位、パンダのアバターさん。1位ハッピーさん、2位スコティッシュのアバターさん、3位カレーのアバターさん、4位ハッピーさん、5位ハッピーさん、6位ハッピーさん、7位だるまのアバターさん、8位メロンパンのアバターさん、9位イズリンさんのアバターさん、10位ハッピーさん、11位ムーディー勝山さんのアバターさん、12位ハッピーさん、13位ニッサンのアバターさん。皆さんありがとうございました。よし、支度をしなければ間に合わない。ありがとうございました。聞いてね、ラジオ。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。